こんにちは、リリナナです。今日はかぎ針編みのちょっとこれわからないかもとか、ちょっとこれどうだっけっていうようなことをお話ししていきたいなと思います。で、私ももうよく言ってるんですけども、かぎ針をお教室に行って習ったことがないし、で講師の資格を持ってるわけではないので、何でもかんでも知ってるわけじゃないです。なので知らないこともたくさんあるの で、ご質問をいただいて、私もわからないことがあったりとか、他の方に教えていただいて、あ、そうだったんだっていうこともたくさんあります。すごく勉強になることもあるし、で動画を見ていただいて、編み物を始めたばかりですとか、まだ編み物始めて1ヶ月ですとかいう方も見ていただいて、でもう何年も昔にやってたけどもうブランクがある、で久しぶりにかぎ針をまた始めたっていう方もいたり、いろいろな方に動画を見ていただいてて、でこれからやっぱり編み物って、編み物じゃなくてもそうだけど、誰でも最初は初心者だと思うんですね。誰でも最初からプロのように編めるわけではないし、わからないことだらけで始めたと思うし、かぎ針だったら号数とか何ミリっていうのも最初はわからなかったと思うし、でも長年やってきてどんどん身についていくことなどたくさんあると思うので、それを今更聞けないとか、これなんかもう何年も編み物してるのにちょっと聞くの恥ずかしいじゃなくって、他の方も知らないことはたくさんあると思うから、ちょっとの疑問でもみんなで解決できたらなと思います。で今回は私がよくジャンボかぎ針の10ミリ、こちらで前にアップしたふんわりスヌードとかを編んだんですけども、10ミリと10号って違うんですかっていうお話を前にいただいた時があって、で、ああそうかと思って、10ミリと10号って号とミリだけど、わからない方はわからないかもしれないで思ったので、ちょっとかぎ針のお話を今日はしたいなと思います。で私が昔使ってたもの、こちらのチューリップさんのセットになってるものを買う前に使ってたものはこういうものです。クローバーさんの、今回クローバーさんしか用意してないんだけど、100円ショップとかのものも使ってました。クローバーさんのこれはこっち側が8号でこっち側が10号っていうものになります。これもクローバーさんの4号と6号が一緒になってるやつをよく使ってました。2号と3号で、このクローバーさんのを買ってからこっちを使ってるんですけども、かぎ針っていうのは普通のかぎ針だとだいたい2号から10号が主になってくるんですけども、今 10.5 号っていうのが出てます。チューリップさんだったっけな。でだいたい10号までなんですけども、 10.5 号っていうのが新しく出たみたいです。でこれを見てみると、2号で隣に2ミリって書いてあるので、号数と何ミリっていうのは違うんですよね。で2号の場合は2ミリだけど、ここの幅が2ミリってことですよね。
他の、例えば7号針、7号針の時は4ミリになります。10号針の時は6ミリになります。で、10号以上、今は 10.5 か、 10.5 号以上になると、これはダイソーさんのものなんですけど、ちょっとね見づらいですよね、わかんないか。これは7ミリって書いてあります。何号とは書いてないで、7ミリ、7ミリ以上がジャンボかぎ針っていうものになります。でも海外のかぎ針とかは何号って書いてないで、何ミリっていうのしか書いてないんだっけな、確か。なので2号は2ミリだけど、3号だから3ミリとは限らないで、3号は 2.2 ミリになります。ちょっと分かりづらいですよね、何号って書いてあった方が分かりやすいですよね、何ミリって書いてあるよりも。9号針の時は 5.5 ミリなので、よく海外とかの本だったりとかで、何ミリ仕様って書いてある場合は、何号じゃなくてこっちの何ミリっていうのを見るといいと思います。 5.5 ミリって書いてあったら、あ、9号針だなとか。で、もし書いてないもの、何ミリっていうのが書いてないものも中にはあると思います、日本のもので。で、その場合はネットとかで調べると、すぐ何号は何ミリだよっていうのが出てくると思うので、調べてみるといいと思います。で、ジャンボかぎ針は7ミリ以上がジャンボというものになります。で、私がよく使うのは10ミリ、10ミリと10号針だと全然違いますよね。で、こっちは10号で6ミリ、10号の場合は6ミリ、ミリと何号っていうのは別物なので、別で考えてください。10ミリって言ったらジャンボかぎ針の10ミリで、15って言ったら普通のかぎ針の15、6ミリのものになります。で、前にふんわりスヌードを10ミリのジャンボかぎ針で編むとふわっと編めますよっていうお話をして、それを15で間違えて編んじゃったっていう方もいらっしゃいました。だから15と10ミリ、あとは7ミリと7号とか、上が7ミリの、違う、7号の4ミリで、下が7ミリのジャンボかぎ針、太さが違いますよね。ちょっとややこしいですよね。全部何号って書いてくれたら分かりやすいんだと思うんですけども、でも7ミリ以上のものになるとジャンボかぎ針っていうものになるみたいです。なので、よくなんだろうな、 T シャツヤーンとかで、ジャンボかぎ針の10ミリで編みますとか、ジャンボかぎ針の7ミリで編みますっていう時は、ミリとか号っていうのを聞き逃さないようにして、あ、これはジャンボかぎ針の10ミリなんだなとか、7ミリなんだなっていうのを覚えておくといいと思います。号数とミリっていうのは別物、10号だから10ミリなわけじゃなくて、10号の場合は6ミリなので、号数とミリは
比例しないですね。でこれもやっぱり編み物をやってて別に誰から教わるわけでもなく、で編み物をやるときに私は特に本をすごいじっくり読んでもう基礎を勉強したっていうわけじゃなくて、大体の方が糸と針を買ってでなんとなく編んでみたいとか、これを編みたいからかぎ針をするって感じで始めると思うんですね。だから細かくまではもう教えてもらってなかったりとか、その教室に行ってるわけじゃなければ自己流だったり自分でお勉強したりする場合は細かいことまでは勉強しないと思うので、覚えてて損はないことなどをいろいろお話しできたらなと思います。で今更聞けないんだけどっていうようなご質問も全然ありだと思うので、逆に言ってほしいし、もう毎日編み物をしてたりとかずっと何年もやってると、あこういうことが分からなかったんだっていうのも分からなくなってきてしまうので、当たり前になってきてしまうので、なので皆さんがどういうのが分からないとかどこが難しいとかっていうのがあんまりなんて言うんだろうな、寄り添って分かってあげられない、教えてもらわないと。なのでいろいろ少しずつ私にできることできる範囲で解決できたらなと思います。苦手なこともあるし分からないこともたくさんあるので、分からないことはごめんなさい分からないですってなると思うんですけど、それか編み物がすごい上手な方もたくさん見てくださってるので、もうヘルプって感じで皆さんに聞くこともあると思います。こういうご質問いただいたんですけど皆さんはどう思いますかとか、分かる方教えてくださいって教えてもらうこともあると思います。なので本当に些細なこと、その号数と何ミリって何が違うのっていうことでもやっぱりこう比べてみれば分かると思うし、誰もがみんなジャンボかぎ針を持ってるわけじゃないから、初めて買うときにどっちを買っていいのかが分かんないっていう場合もあるし、あとは毛糸を買ったけど何号の針を買っていいのかが分かんないっていう時もあるし、これだったらアクリル毛糸かぎ針が5号から6号、これ使用かぎ針を使う時の目安ですね、この糸だと5号から6号針がいいですよっていうことになってます。3ミリから 3.5 ミリの針ですよってことで書いてあるんですけども、必ずこの号数で編まなくちゃいけないっていうことはないです。目安なので、自分の編み癖がきつい方だったら7号針でもいいと思うし、もうきちきちに編みたいっていう時はもう4号は結構細いんですけど、細い針になるんですけど、でも4号針で編むのもいいかもしれないし、自分の手の癖とかあと作りたいものによっても針を変えるのもいいんじゃないかなと思います。なのでメランジは何号だったっけ、6号から8号だ、6号から7号だっけ、だいたい7号ぐらいで、7号8号だったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけども、7号ぐらいで多分編む糸だけど、私はふわっとスヌードを作りたかったからあえて10ミリのジャンボかぎ針でスヌードを編みました。なので使うものによって針を変えても全然いいと思うし、こういう細い、これはそんな細くないんですけども、これでジャンボかぎ針で編んでもものによってはいいと思うし、だから必ず5号から6号でこの糸は編まなくちゃいけないっていうことはないです。目安なので。
だけど例えば編みぐるみをこれで作りたい、でもジャンボかぎ針の10ミリしかないからこれで編みぐるみを作ろうっていうと、やっぱり穴が大きく開いてしまうから綿がすごい目立っちゃうし、綺麗には編めないと思います。だから編みぐるみできっちり作りたい場合は、ここの目安の号数をここに書いてあるものを目安にして編むといいと思うし、結構穴だらけのふわっとしたスヌードを作りたいっていう場合はこういう10ミリのジャンボかぎ針で編むのも手だなと思うし、だから必ずこうしなさいっていうのはかぎ針ではないので、かぎ針じゃなくてもですよね、きっと。私はかぎ針のことしかわからないから、棒針とかも全然わからないので説明はそちらはできないんですけども、なのでいろいろ試すのもいいかもしれない。この糸でもうすっごい太い糸で編んだら、太い糸じゃない太い針で編んだらどうなるのかなって試してみるのもいいし、もう細い糸で、細い糸じゃないか、細い針で編んだら編めるかなって試すのもいいと思うし、これを2号の針で編めるかなとか、やっぱりここの頭が小さいと太い糸だとこう引っ掛けるのがすごく大変だったりするから、やっぱり編みづらいんだなっていうのも分かると思うし、いろいろ試すといいかもしれないです。で今日はその何ミリと何号っていうのは違うよっていうお話です。10号と10ミリ、10号の場合は6ミリで、ジャンボかぎ針だと10ミリ、7ミリ以上のものがジャンボかぎ針っていうものになります。で今までは10号までだったけど、なんか新しく 10.5 まで出てるよっていう、気になる方はチェックしてみてください。チューリップさんで出てたかな、確か他のところではちょっとわからないんですけども。で何号の針を買えばいいですかっていうお話もたまにいただくんですけども、初めて編み物をするときに何号の針で、それもすごく回答にやっぱり困ってしまうご質問なんですけど、編みたいものとか糸によって全然違うので、私が編みぐるみで使うのはベーシックコットンっていう細めのコットン糸で、それは4号針で大体編んでいます。なのでベーシックコットンしか使わないよっていう方は、あれは2号から4号だったっけな、なので、2号から4号の間で自分で好きな感じの号数を選んでくださいって思うし、このアクリル毛糸だったらどうかな、5号から6号ってなってるけど、私は結構7号針で編むことが多いです。あんまり5号6号って使わないかもしれない。よく使うのが4号7号あ4号と7号8、9、10かな、3号とか2号3号、2号、5号、7.5 はあんまり使わないかな。でもそれ人それぞれですよね。 7.5 が好きっていう方もいると思うし、6号が好きっていう方もいると思うので、その何号を初めに買った方がいいですよっていうのはすごく難しいご質問なんですけども、やっぱり物によって違うって感じですよね。どうなんだろう、毛糸だったら7号とかが
結構使うのかな。編み癖が緩い方とかだったら6号とかなのかな。それもやっぱり編んでみないとわからないって感じですよね。だからって最初からセットを買うのももったいないと思うし、続けられるかどうかもわからないっていう感じだったら、やっぱりここの号数、目安の号数でかぎ針を選んだ方がいいかなと思います。で、今日はかぎ針のお話だったんですけども、いろいろ本当に些細なご質問とかも、ご質問じゃないか、これどうなのっていうようなお話もたまにいただいたりするので、もう上級者さんはつまらないお話になっちゃうと思うんですけども、これから編み物を始めてみたいとか、あ、そういえば基本のことを覚えてないとか、教えてもらってないなとか、基本わからないかもしれないっていうのがあれば、ぜひ何か教えていただきたいなと思います。私も基本があんまり分かってないので、そのかぎ針の持ち方とか、糸の指のかけ方とか、もう基本の教科書に載ってるようなものではないので、それは教えられないんですけども、材料だったり道具だったり分かる範囲であれば、いろいろ一緒にお勉強していきたいなと思っています。なので今日は号数と何ミリっていうのは別物ですよっていうお話でした。でもし知らなかった方は、こういう何ミリとか何号っていうのを買うときにチェックしてみてください。では今日はこの辺で、りりななでした。